はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト92021ライブ配信始めていきましょう。2010年11月3週からの、スタートです。今年、今回でおそらく12月3週やってまでやって、次回は12月2週か3週までやって、次回は年越しということになります。ぜひ、今回もお楽しみに。ツイッチで配信を行ってます。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。プリーズツイッチマイアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。アーカイブ配信はいつものように YouTube にアップロード予定です。2日後26日21時頃プレミア公開予定です。金曜日ですね、21時頃です。はい、YouTube のチャンネル登録高評価もお願いいたします。This Live アーカイブアップロード My YouTube チャンネルプレミアライブ2 days after My YouTube チャンネルチャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。はい、旧ツイッターである X のアカウント持っております。 X のアカウントフォローおよびリポストいいねお願いします。ツイッター X マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタン。はい、ということで、では始めていきましょう。ちょっとパソコンも比較的安定したんで一安心ってところです。前回不安定で落ちたり、前々回不安定落ちたりしたんですが、前回落ちなかったし、それ以外にもなんかトラブルとかもないんで、うまく進められるとは思います。では行ってみましょう。あ、その前に11月を3週だから、ブログは大丈夫やな。アミーゴ金車さんも、この辺みんな金札獲得してますからね。勝ちたいんやは大丈夫なんかな。勝ちたいんや、これはいけんのかな。まあいいか。ブエナビスタが13勝とすごいな。スマートファルコン、椿はまあまあ椿も OK ということで、結構金札多いな。ゲド戦記はゲド戦記も OK。ハウルも達成か。ブラックキャビアはついに8勝達成ですね。マノニコニコがあと1勝ということで、ちょっとニコニコ行ってみましょう。投資全部投資来い。スピードは変わらずか。まあ瞬発力は多少上がったんじゃないかな。まあでもほぼ条件としては満たしてるからな。別の前使った方が良かったな、ハルヒとか。あ、でもハルヒはもういいんだ。オーケンブルースリーとか、そうだ、オーケンブルースリーだ。寿命を短くするものはないのか。あと2勝だもんな。さあ、天のドロロが、浦和記念に登場。海外なしってことか。2番人気。1番人気はクラブバー凱旋マー君となりますかね。いや違う、フリオソだ。まあフリオソだろうな。戦法変えられます。差しで行ってみましょう。ダイジェスト、浦和競馬場 JPN2
浦和記念ダート 2000m です。短い直線に入って後続は届くかどうか。テンマブラビ先頭、2番手はフリオーソ。ああ伸びない、3番手までか。テンマブラビ1着、2着はフリオーソ、勝ったのはテンマブラビ。天野ドロロ敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。1番人気じゃないんだけどな。絆レベルアップ。兵庫ジュニアグランプリ片野インサイト、7番人気か。まあでもわからないですからね、本当にそうなのかは。ダイジェストいきましょう。ソーダ競馬場 JPN2 兵庫ジュニアグランプリ2歳限定ダート 1400m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。レーザーバレット先頭、さあ金正コンコルド一気に来た。残り 200m を通過して金正コンコルド追い上げてきた。伸びが足りないな。抜けた。2番手はレーザーバレット、先頭は金正コンコルド、1着でゴール、2着には4着かな。レーザーバレット、3着にタイムリーバイカ。これが地方の実力だ。金正コンコルド人気よりは、あ、距離が短いのか、インサイト。トースポ杯2歳ステークス、クラブはホエールキャプチャー登場。5番人気で、1番人気は、サダムパテックか。ヘルジャサベルシャザールも人気ですね。さあこれホエールキャプチャー、まあクラブバーだからな。ダイジェスト、東京2歳 G2 東京スポーツ杯2歳ステークス芝 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。オールアズバン先頭、2馬身から3馬身引き離す。伸びがいい馬がいるぞ。一頭手応えはどうか。オールアズバン先頭、残り 200m ベルシャザール、ベルシャザールだ。残りわずか、ゴール前最後の攻防。2番手はホエールキャプチャー、先頭はベルシャザール。ホエールキャプチャー最後伸びあぐねたな。東海デイビス見事に勝ちました。ベルシャザール、サダムパテック敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。車内捉えた。アンドメアステークス、あ、これは飛ばします。下月ステークス、天のエレループ登場。1番人気 1.6 倍、グリグリ。まあ重賞じゃないからな、ここは負けられないとこです。資金量も55キロなんで恵まれた感じです。クラブは凱旋フィート、凱旋ときっかけも出ますね。まあこれは負けたくないとこです。ダイジェスト、東京オープン特別下月ステークスダート 1400m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。天野エネループ先頭、差が広がる広がる。強いな。必死に追います。この差は果たして縮まるか。あと 200m 後続をぶっちぎりですね。残り 100m、 2番手はベスタマッタ天野エネループ。この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。このクラスでは負けられないところ。フィート、これは物が違う。天野エネループ結果を残しました。小さな成功から始めていきたいところです。そしてマイルチャンピオンシップは4頭出し。1番人気天野、4番人気までを占めております。1番人気天野アミーゴ、2番人気天野ゲド戦記以下、天野ハニーカミヤ、天野初音ミク登場。クラブバカラーも3頭ですが2桁人気ですね。いずれもザプレザーって、これ海外から来た馬か。油断は禁物ですね。ザプレザーも他 BB ガルダン
パリダットラも登場ですか。さあ、2番人気以降は戦法を変えられます。これも初音ミクを前に行かせましょう。ハニカミはそのままで OK。 ゲド戦記をどうするか悩むとこですね。ミクゲド戦記、まあでもこのままでいいやということで、レースです。秋のマイル王決定戦マイルチャンピオンシップ京都競馬場芝 1600m G1 で行われます。京都競馬場の芝 1600m にスプリンターから中距離の優まで歴戦のスピード自慢が集まりました。さあ秋のマイル日本一決定戦マイルチャンピオンシップの発走です。さあ最後は大外枠のパリダットゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ先手を奪うのはどの馬か。飯出健心前に行きそうです。これに続いて天野初音ミク飯出健心先手を取りました。その後ろからは天野ハニカム好位置をキープしています。天野アミーゴ内からはデッドスパーダ BB ガルダそのうちに続いています。本位をみんな追走してますね。最強王者天野ゲド戦記。さあ勝負どころ京都競馬場3コーナー坂の上りに差し掛かりました。坂の下り坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。さあ先頭は依然として4番飯出健心早くないのかな。まだ粘っています。2番手は天野初音ミク初音ミク前に行きます。天野アミーゴ B1 果たして先頭を捉えるか。さあ初音ミクこれで先頭に立ったがもう使わないに行く。直線に入りました。これからの勝負ここで先頭変わりました。持ったまんまアミーゴが先頭だ。リードは2馬身から3馬身残り200メートルを通過してさあもう完全に4頭が抜け出した。2番手は天野ハニカミ天野アミーゴアミーゴ完勝段違いの強さです。2着は天野ハニカミ3着に天野ゲド戦記天野アミーゴ春の安田記念秋のマイルチャンピオンシップも制し国内マイル戦線の頂点に立ちました。ウィニングランです。ハニカミは、これはキザレベルアップですね。ハニカミをアミーゴをこの年で引退ですからね。そしてゲド戦記で最後初音ミクとなっております。そしてジャパンカップですが天野宮が除外となってしまいました。残念。宮はローテを別に決めないといけません。海外から2頭ゼニアッタと刀春日いずれも切り札確定ですが滋賀マイルハンデに向けて登場です。OK ブルース・リーがジャパンカップ頑張ってほしいですね。メンバーは結構強力かもしれないしシュリス・デゼーグルを筆頭にただこちらには血の利がありますからね、まあ、当選冗談ドリームジャーニーも怖いですね。エシンフラッシュもおっとフェイトがゼロ勝フィルソナーいらんよな。うん、これでいい。OK。
フィルストナーを除外いたします。日本よ世界を倒せ、オーケンブルースリートップです。一強ですか、シリクデゼーグルスーデゼーグルをはじめ、なんとかこれ取りたいですからね、オーケンブルースリーとしては。さあ当然4周なのでローテ決めを行わなければなりません。天の蓮舫はデイリー杯2歳ステークスを勝って重賞制覇を決めました。疲れが多分溜まってると思うんで、これ終わったら休ませます。勝負根性が G なんだよな。でマイガールとかこの辺はフランケル、フランケルは男の方に出します。大丈夫かな、体調、精神力 A は強いですね。オルフェーブルはハボタンショーからホープフルへ、楽しみです。パワー A、精神力 S となっております。海外行っても通用しそうですね。そして型のインサイトが、全日本2歳優勝か、インサイト4着に負けちゃったからな。まあとはいえ距離延長はプラスに働きます。これをちょっとこれにかけたいところです。ポニョ、あポニョそうか、まだ4勝か、もう周華賞逃げ切ってるからターコイズはもったいない感じだよな。あーでもここ出してもいいけどもう無理なんだな。あだからね、ターコイズでこのまま引退です。ポニョはちょっとなんだ対戦セーブ追加しときましょう。そばにいるね、まだ一勝。来週ですね。で iPhone、 そうそう iPhone がアメリカンオックス、喉鳴りは改善したものの臆病がなまだあるんだな。これがやっぱりまあでも覚醒なんでまだチャンスあります。アマノトゥルースはまだ取ってない、メイトリアークでにかけます。でアマノグーが残念ながら出ることはできなかった。オープン特別でもいいけどな。まあ一周放牧するか、でまたローテを決め直しましょう。でルーラーシップがハリウッドダービー、すでに4勝上げております。遅めか、送り人が調子、あ送り人金札確定ですね。香港スプリント、でブルーレイが、4勝です。すでにハリウッドダービーに挑みます。アラフォーが重賞は取ってるよね、 G3 は取ってるんだ。ブイラビスタ香港カップ、
ブラックキャビア。ん？ちょっと調子落ちてる？かもしれない。これも金札確定しました。初エミクは5勝です。ちょっとやっぱり、取れるレースを狙っていくしかないですね。ただ、調子が悪いんで、一回放牧です。で、花盛りも、レースに出る。花盛り、ちょっと能力がな、足りないよな。次は、阪神カップに挑ませます。ラキスターは、ちょっと伸び悩みが激しい。勝てるレースに出しに行くしかないですね。クイーン賞に挑みませます。ニコニコも、リーチをかけてまして、香港バーズへ。ハニカミが9勝。ハニカミはもう引退かな。ちなみに香港マイルって誰が出るんだ。馬の椿か。出しましょう。山の騎手は3ですか。3はちょっと足りないな、まだ。まあでも出しましょう。そして天のヒーロー。天のヒーローはまだ G1 取ってないのか。チャンピオンズカップが、カップでなんとか取りたいですね。天のつぼみは名古屋グランプリか。で、春日が11勝で、滋賀マイルハンデ。春日は、滋賀マイルハンデですが、最後のレースになるかもね。で、イナバウアーが8勝を挙げたが、これ地方のレースってあったっけ？ないんだよな。なんで、まあ、縛りはダート両対応ですが、この輪を金札確定です。フェイト、フェイトはまだ G1 取ってないんだよな。チャンピオンズ芝ダート、こちらも芝ダート両対応ですか。どうなんだろうな。まあでもここ出すしかないだろうからな。でキャンキャンも出しますか。キャンキャンは2勝上げてますが、牝馬限定ですからね。スマートハルコは1周放牧。で、ゲド戦記が10勝。ゲド戦記はどうするんだ？とりあえず1周放牧して。様子を伺う感じかな。そしてオーケンブルー3はちょっと指示を出して、調子は任せるか。でも、あ、そうか、まだ5歳なんで無理か。あの、寿命を回復させたいが、いやいやいや、使用できないなら、あの、選択肢上げないでほしいな。千の風。
いや、有馬はないだろう、この馬。なんで有馬出てんだよ。という、まあ、放牧はするけど、それ以前に、それはないでしょうっていう感じですね。なんか線の数悪くはないんだけどな、なんでだろうな。1300の2400。これはちょっと来年のこれに出しましょう。でゼニアッタが、ゼニアッタも今年までかな。いや、まだですね、まだ晩成なんで、もう1年走らせはられますね。それがいいのかどうかまた別問題として。で小泉もという場合6歳か、まあ、小泉は今年限りですね。香港カップがね、花道になります。え、何このアマノハウルって。あ、まあアマノハウルも、で次 iPod は、18勝、まあ、覚醒なんでまだまだ頑張ります。で、アミーゴが、アミーゴも16勝、京都記念だけど、アミーゴはもう引退ですかね。まあもう来年の1月までちょっと放牧しときましょう。で、ブログ、香港バーズ。うん。で、想定内がチャレンジカップ。想定内な、覚醒だからな、覚醒してくれりゃいいんだけどな。ほんと勝負弱いな、この馬。ちょっと力上げよう。で、冬ソナ、13勝。フェブラリーか。覚醒なんでまだまだ走れるよな。もし走ってないレースがあったら、フーソナ出させてもいいかも。何これ、あ、安い賞金。ゲームオンリュードとか結構怖いな。金車さは29勝、短距離として。まあ、まあ、とはいえ今年でもう引退させなければなりません。まだまだ走れそうなんですけどね。でも引退者言われちゃったらしゃあないですね。で気持ちいいが東京大商店、こちらもこれで引退なのかな。うん、引退する馬多いですね。世界に花が、これも21勝で有馬記念。あ、まあこれ強制引退になるのか。勝ちたんやも同様ですね。この辺も多分もう大丈夫なんじゃないかな。健康には悩まされたし、戦績的になかなかあの勝てない日々は続きましたが、ようやく結果が出るようにはなりました。一応金車差か、金車差出ないですからね。ゼニアッタ最上位、
シリス・ゼゼグの方がやっぱり上か。おっと、ケンハハやアマノ、アミウ、アマノアラフォー、ベルジャザール、シガマイルハンデ、ゼニアッタ登場です。ちなみに片野春日も登場、2番人気です。この2頭の争いということで、春日が121、ゼニアッタが118と春日の方が上回ってますが、まあ、ゼニアッタそんなレース出てなかったっていうのが多分レーティングに響いてますね。さあ春日は戦法変えられますが、どちらも変える必要はないでしょう。レース行きましょう。アケダクト競馬場 G1 シガーマイルハンデ、ダート 1600m です。こちらアメリカのアケダクト競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのは片野春日。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出して片野春日鼻に立ちます。その後ろからはエスケンデレア、この馬も上がっていく構えです。ゼニアッタどうやら後ろからになりそうです。それでは先頭から、先手を取ったのはシドニーズキャンディー、そして大きく離れてエスケンデレア、この位置です。その隣にビンヤードヘイブン、好位置をキープしています。片野春日、その外にウェルアームド、これに続くのがフラットアウト、少し開いてハイエストグレイン、コカードアフロディーテ、すぐ後ろビッグドラマ、そのうちに続いています。少し間が空いてアーモリアルラバー、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ G1 馬シドニーズキャンディー、リードは6馬身ぐらいあります。シドニーズキャンディー1人旅、2番手はウェルアームド、大外から黄色の帽子片野春日、伸びてきた、後続も追い上げていきます。さあ先頭は片野春日、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。2番手はゼニアッタ追い上げてきたが、春日がゼニアッタ片野春日届かない。1着2着は片野春日が勝ちました。相手に見事な勝利を収めました。片野春日、まさしく日本が世界に誇れる馬です。先行した方が有利だよな。シガーマイルハンデ連覇となります。片野春日もここで引退ですね。ゼニアッタとともに2頭ともお疲れ様でした。別れの時がみんな迫ってますね。さあ天野ラキスタ1番人気、ここはちょっと突破口になってほしい。ラキスタにとって前線マン、ずっと前線マンだからな。クラブはラベリータが立ちふざがる格好ですが、それを突破してほしいものです。ダイジェスト、船橋競馬場 JPN3 クイーン賞ダート 1800m です。さあ直線に入りました。抜け、完全に抜け出したわ。天野ラキスタ先頭、後続とは3馬身以上の差、これはセーフティーリードか。2番手はラベリータ、後続は大きく離れました。天野ラキスタ勝ちました。強い強い天野ラキスタ、圧勝ゴールイン。2着はラベリータ、勝ったのは天野ラキスタ。結果を出しました天野ラキスタ、キザレベルアップです。さあそして片野慶音デビュー戦となります。期待の片野慶音が登場ですね。父スペシャルウィーク、母競泳マーチ、有力馬ですね。8頭立てか、
同じ父スペシャルウィークだった当選ケークもいますがね。この辺りかな。ではダイジェストいきましょう。東京二歳新馬戦は芝 1600m、 片野慶恩メイクデビューです。さあいよいよ直線の攻防、片野慶恩先頭、後続を引き離しにかかる。当選ケーク懸命に追いすがります。片野慶恩先頭、リードは3馬身以上、その差が広がります。あと 200m、 後続は遥か打ち切りですね。2番手は当選ケーク、来年が楽しみです。この馬で決まりか。片野慶恩独走、片野慶恩ぶっちぎりです。2着は当選ケーク、これは物が違う。片野慶恩いいんじゃないでしょうか。岩田で行きましょう。すごい楽しみです。何ももらえなかった。さあフィッツもデビューですね。1番人気ダッコールが対抗します。フィッツはなんとレッツゴーターキンが父親。あ、こんばんは、ありがとうございます。いつもありがとうございます。遊びに母天野なっちゃん、これもなかなか有力のとこ育てましたね。ダゴールぐらいかな。ダイジェストいきましょう。京都2歳新馬戦、芝 1600m、 天野フィッツメイクデビューです。4コーナーをカーブして抜け出した。これからです。天野フィッツ先頭、残り 200m、 天野フィッツ余力は十分、さらに引き離していく。2番手はアドマイヤラクティ、天野フィッツ、これも楽勝ですね。天野フィッツ強い強い。天野フィッツ圧勝です。圧勝ゴールイン。2着はアドマイヤラクティ、3着にダコール、これは桁外れの強さだ。天野フィッツしっかり抜け出しました。そしてカトレアステークスですが、これは省略さあ東京競馬場ですね。ジャパンカップオーケンブルースリー登場か。さあ頑張ってもらいましょう。40分。あ、一番人気はシュイスデゼーグルだ。オッケー。あー、伊坂さんのみか。シュイスデゼーグル展望ではね、オーケンブルースリーだったんだが、こちらではシュイスデゼーグルやられましたね。クイーンエリザベス2世ステークスとか勝ってるからな。問題は距離ですよね。マイル戦ばっかりだよな。これがどう響いてくるか。 OK ブルース3はこの距離全然問題ないですからね。他アーネストリーとかも出てきます。クラブはでいや凱旋ヘルシオとかもいますね。サンライズマックス、ローズキングダム、ローズキングダム不気味ではありますね。 OK ブルース3先方変えられますがどうするかな。先行策で勝負してみましょう。
さあレースです。日本の国際レース G1 ジャパンカップ東京競馬場芝 2400m。 さあシュリクデゼフグルが来週、果たしてオーケンブルースリーはシュリクデゼブルアを破り優勝することができるのでしょうか。頑張ってほしい。今年も東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手に、ここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあいよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。さあ最後は大外枠のローズキングダム、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ローズキングダム、これはいいスタートを切りました。ベストメンバー、この馬悪くないですよ。ダッシュよく飛び出してオーケーブルースリーも鼻に立ちます。その後ろからはベストメンバー、声つけましたね。オーケーブルースリーは内枠なんでそんなに後ろは良くない。浅草キングス、その詰まっちゃいますからね。すぐ後ろにシュリスデゼーグル、ベストメンバー、それに続いています。内からはオーケンブルースリー、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。さらにはアーネストリー、これに続いてファイナルアリアンス、その隣にナムラクレセント、オアシスセッション、すぐ後ろ並んで8番ジョシュアツリー、すぐ隣にサンライズマックス。でも下がっていきます。10番に押す。1000メートルを通過、少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。集団まで下がった。後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。悪くない位置ではありますよ。緑の帽子ファイネルキッズ、その後ろからは凱旋ヘルシオ、ここにいますね。高専ジョーダン、最後方にサンテミリオン、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から古豪ミヤビランベリ、依然として先頭、各馬大欅を通過、先頭は依然としてミヤビランベリ、浅草キングス、ほとんど差がありません。ローズキングダム、そろそろ仕掛けどころのはず。シュリスデゼーグル、まだ後ろ、安城のゴーサイン、シュリクデゼーグルは意外と後ろだ。さあシュリクデゼーグルも来た。ミヤビランベリ2番手、手応えはどうか。ローズキングダム、あんまり伸びない、やっぱり距離がな。でもローズキングダムの方が怖い。さあ先頭に立った。オーケンブルースリー、かわす。オーケンブルースリー、勝ちました。2着は当選冗談、当選冗談か。ローズキングダム、これが世界の実力だ。オーケンブルースリー、やりました。オーケンブルースリー、ウイニングランです。シークスデゼーグル、やっぱり距離が長かったな。タイムもなかなかのタイムです。当選上段を振り切って、押し切りました。さあケアハーハイがあります。天の荒穂ですね。大鳥だ。大鳥ガイドは4番人気ですね。天の荒穂を、これはグリグリです。お、天のバック、どんな馬だっけ。天のバック全然記憶がない。そんな馬いたっけっていう感じですね。どんどん馬売っていきましたからね。やっぱり牧場のね、制約があるんで。さあ天の荒穂、買ってもらいましょう。ダイジェスト京都競馬場 G3
ケアンハイは 1200m 電撃戦です。さあ直線に入りました。抜け出しそう。アマノアラフォー先頭、残り 200m を通過して後続を引き離す。アマノアラフォー、あとは引き離すのみかな。勝ちましたね。グランプリエンゼル、オッケー。強い強いアマノアラフォー圧勝ゴールイン。2着は微妙です。1番人気に応えました。アマノアラフォー見事です。さあこれはチャンピオンズカップが4頭出し、はじめハリウッドダービー、メートリアステークスも2頭出しというのもありますが、レース数自体も多いかな。比較的当選上段か。なんか当選上段逆転されそうやな。勝ちたいんやだ、勝ちたいんや。一強ムードどうでしょう。勝ちたいんやはこれが多分引退レースになりそうですからね。東京大賞典出るかもしれないけど、さあ最後の12月になりましたが、リベンジは頑張ってる。71万やばいな。まだですね、来年か。そう、海外競りも待ってます。最上位クラックハンデ、キャンキャンもな。キャンキャンも勝負弱いからな。決め凱旋決め石だ。じゃあローテ決めか。まず勝ちたいんや、まあ文句ないよな。世界に放ってどうなん。いやーちょっと距離長いよな。別にここ出さなくてもいいような気はするけどな。まあでも8歳だし最後の花道ですよね。騎士さんもここが最後の花道、気持ちいいもここは最後の花道。気持ちいい。ちょっと調子落ちてるぞ。一周放牧しとこう。で冬ソナも、冬ソナって何勝だ。ピカサスか。ん？ああまあこれはこれでいいんだ。ブログも方向バーズに出させますね。でも本当はねオーケンブルースに出させた方が良かったかもね。あれなんで出てないんだ有馬。行きましょうよ。まあ当選上段は怖いけどな。
ハウルは微妙だな、距離もうちょっと短い方がいいかも。こことか出られないんだもん。あ、これ3歳限定か。ゼニアッタ出ますけども、ゼニアッタは引退でしょうね。まあ最後東京大賞典で花を飾らせてやってもいいが、スマートファルコン優先させたいからもういいでしょう。ゼニアッタ引退です。あ、引退じゃないんだ、ゼニアッタ別に。まあ、笠木記念っていう手もありますしね、ゼニアッタは。天の小泉は悪くはないな。春はまだもうちょっと戦えそうですが、あ、でも金札取ってるからな、ハウルこれ以上はた戦わせていいのかっていうのはある。お、ゲド選挙はどうすんだ。ゲド選挙は来年も戦ってもらいますからね。まあでももうちょっと考えよう。ある日はダートバか。千二の千八。やっぱりここしかないんだよな。千八だとギリギリだしな。香港。ネギシステークスかな。ここからフェブラリーに向かいましょう。ということは、はい、でも春日引退だよな。そう、春日引退だった。イナバウアーは調子がいい。エネルパ、下月勝ちましたね。次はやっぱり重賞制覇ですよ。 G2 ぐらい取りたいよな。東海ステークスがあったよな。これに出しましょう。これでしっかり勝ってもらいたいですね。ここはまあともかくとして、ダートもいけますからね。フェイトもキャンはダート専用です。勝ちを積み重ねたいところ。
ソビア名古屋グランプリ、うん、すごいライバル数。香港カップですね。ああまあまあいいのか。で初音ミクが AJCC と言いたいとこだが、 AJCC じゃダメだよな。トス多すぎるな。でも泣きした次のステップとしてこのレース大事だしなと思ったけど出さないな。泣きしたしダートの方がいいんだ。まあとあと東海とかここかな、ここに出しましょう。フォロワー疲れがちょっと溜まりすぎてる。ルーラシップ4勝でハリウッドダービーに挑ませる。でここにはブルーレイも挑ませますね。どっちか勝ってあの勝利を積み重ねてくれればいい。ん？カーバンクル？まあでも1200ってそんなに短いわけじゃないからな。アメリカンオックス。カバンクル。いやーでもここでとどまっちゃダメやけど、まあこれからだからな。まあここに出るっていうのも一つの手だ。じゃあ短距離だしな。つぼみがいいのか。ラシャスステークス。で、ホープ、ツイッターがホープフルで、あ、ホープフルなんだ。ホープフル、まあホープフルなんだけどな。重賞制覇してるからな。オルフェーブルとぶつかんのか嫌だな。フ
カンケルはまあ当然そうだし、インサイトはダート、レンホーはだからまあこの辺はな、でフィッツが菜の花賞か、慶応もいきなり勝ちに行けるけどな、でも多分やってないだろうな、ん？ちょっと待った、あ芝か、ダート馬だったらな、ダート馬、レンホー、ん？フィッツ、ん？インサイトはそうなんだよな、ダート馬が少ないんだよな今年の。インサイトはオス馬だからな、フランケルは芝馬だし、ツイッターもダメなんで出せないですね、ヒーバー限定には。さあ、ジャスタウェイ、まあでもスピード上げた方がいいかもな、ジャスタウェイは。クラークハンデ、天の稲バウは1番人気、129ダントツですね稲バウは。他が100を超えないんで結構穴場ではありますレースです。アメリカ、チャーチルダウンズ競馬場 G1 クラークハンデダート 1800m です。こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。天の稲バウアー、好スタート。インガルック、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく天の稲バウアー行きました。続いて前へ行くのはインガルック。さらにはトップオブザスイーティー、G1 馬、ゴーイングアーミジャー、その後ろインガルック先手を取りました。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。その後ろからはリンクアイレス、その外からシェアドアカウント、間が空いてファディオプラード、すぐ後ろにウィニーズオブリック、その隣にパリスクーリー、ギルソラリティ、この馬もこのグループエイビーンズアドラブル、すぐ後ろ青の帽子コーディケートラブル、その後ろすぐ後ろにドージングニコル、ショーケースネイチャー、そのうちに続いています。並んで1番ロックイクストラ、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はインガルック、まだ粘っています。天の稲バウアー、ほとんど差がありません。シェアドアカウント3番手、さあ天の稲バウアー、このまま稲バウアー先頭に立ちましたね。ぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は天の稲バウアー、馬を変えて天の稲バウアー先頭、これはちぎれた、ファディオプラード、もう完全に持ったまんまですからね。全然差は詰まりません。はい、しっかり勝ちました。圧倒的な強さを見せました。2着はファディオプラード、3着にロックイクストラ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天の稲バウアー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。やってくれました、天の稲バウアー。ようやく本格化かな。おボマ混合は嬉しい。さあメントリアークステークスは2頭出し、天のそばにいるねが2番人気、天のトゥルス9番人気、プレザントバドミントンは強いです。116か、ちょっと厳しいんじゃないかなこれは。とモアフォーエバーもいます。プロミソーまあまあ強いな、うん、ちょっと勝ちに行きます、そばにいるねは。はい、ダイジェスト、
デルマー競馬場 G1 メートリアークステークス芝 1600m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ伸び争い内から来ている。先頭あと 200m、 先頭は依然としてアマノサバリードネ。一気に捉えるかレイムセイバー、抜け出された。2番手はプレザントバドミントン、先頭はレイムセイバー、1着でゴール、2着にはどうやらプレザントバドミントン、勝ったのはレイムセイバー、見事な勝利です。そばにルイア4着、トゥルースが8着と敗れました。あ、前に行くのは良くない、力負け。さあ、ハリウッドダービーにルーラーシップ出走です。1番人気、山のブルーレイも出てまいります。ルーラーシップが127、ブルーレイが119、イマジンフォードですね、それに続くのが111となっております。もう3頭かな。さあ山のブルーレイは、先行策取りましょう。レースです、デルマー競馬場 G1ハリウッドダービー、3歳限定芝 1800m、 アメリカの3歳芝王の決定戦です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。どの馬が先頭に立つでしょうか。ソフトリーコモーション前に行きそうです。サーテンプロモーションそれに続いています。先頭に戻りましょう。アマノブルーレイ先手を取りました。この辺りで各馬第1コーナーのカーブに入ります。ソフトリーコモーション上がっていきました。すぐ後ろにサーテンプロモーション、その外からハーモニアス、カニディアーモレット、それに続きます。その隣にルナットタブラ、その外にイマジンエフォート、並んで9番マスクイナー、内からはシティトゥーシティ、その外にルミナントミッドサマー、黄色の帽子コージーロージー、その後ろこれに続いてジョスフレイム、後ろからの競馬になりました。ルーラーシップ、ルーラーシップは後方ですね。どの辺りで動くんでしょうか。しんがりからカメリアバーバラ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。この辺りで先頭が変わりました。ソフトリーコモーション、2番手はイマジンエフォート、イマジンエフォートが先頭を伺う。3番手ルーラーシップ、ぐんぐんと差を詰めてくる。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。どこだ、外だ。ソフトリーコモーション先頭、外から勢いよくルーラーシップ、あと 200m、 ルーラーシップ先頭へ。ブルーレイは立ち遅れた。2番手はアマノブルーレイ、これは強い。ルーラーシップ勝ちました。ルーラーシップ1着、ルーラーシップ完勝。2着はアマノブルーレイ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ルーラーシップまさしく日本が世界に誇れる馬です。ルーラーシップ G1 5連勝さあ国内に戻って、ハボタン賞オルフェーブルです。もちろん1番人気 2.6 倍。ダイジェストです。中山一生クラスハボタン賞芝 2000m です。2歳芝 2000m、 はい、もう先頭です。オルフェーブル先頭、残り 200m、 後続を大きく見放しました。2番手はレギュラーボスラ、オルフェーブル、この圧勝です。オルフェーブル独走、オルフェーブル強いな。オルフェーブル2着はティップモーン、これは桁外れの強さだ。オルフェーブル、トップクラス。
そしてステイヤーズステークスはクラブ馬凱旋決命し登場。伊坂さんの見本命か。一番人気はメジロヌーベル、モンテクリス S が2番人気、北斗スルタンが3番人気となっております。一応ダイジェストを見ていきましょう。中山 G2 スポーツ日本賞ステイヤーズステークス芝 3600m の長丁場です。さあいよいよ直線の攻防、エクセラーテーブル先頭、残り 200m、 メジロだ。先頭は変わってモンテクリス S、 メジロヌーベル先頭、一気にモンテクリス S、 メジロヌーベル先頭だ。メジロヌーベル、メジロヌーベル1着、2着はモンテクリス S、 3着にエクセラーテーブル、メジロヌーベル見事な勝利です。マハッタカフェですね、父親が。さあいよいよチャンピオンカップです。あ、チャレンジカップか。天の想定内1番人気、クラブはキャプテントゥーレ、凱旋席駅まで行きますが想定内がグリグリです。他はペルーサとあたりだけどちょい落ちますね。ダイジェスト、阪神 G3 チャレンジカップ芝 2000m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。凱旋席壁先頭、あと 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。凱旋席壁粘る、凱旋席壁先頭だ。凱旋席壁ゴールイン、2着はペルーサ、3着にキャプテントゥーレ、見事に勝ちました。凱旋席壁想定内を4着に敗れてしまいました。さあいよいよ今度こそチャンピオンステークスとなります。1番人気天の勝ちタイヤ、また4番人気までを占めましたね。クラブも2頭出てますが2桁人気です。さあ印見てみましょう。天のキャンキャンがご覧の通りで、もう勝ちタイヤグリグリですね。サイレンスーカ、共演マーチの逃げ馬ですね。そして天のヒーローも前に行く馬だが、ちょっと前に行く馬多すぎますね。そこがどうなのか。これで行ってみましょう。レースです。さあ秋のダート王決定戦、チャンピオンズカップ G1 中京競馬場ダート 1800m で行われます。4頭出走させております。果たしてまたも上位独占なりますでしょうか。中京競馬場で開催されるダートの頂上決戦、左回り411m の長い直線を舞台に白熱の戦いが繰り広げられます。 G1 チャンピオンズカップまもなく発走です。さあ最後は大外枠の天のヒーロー、ゲートに入って体勢が整いました。
スタートしました。勢いよく飛び出したのは町金日本バレ凱旋マリコイン。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してオーロマイスター花に立ちます。その後ろからは凱旋マリコイン、この馬も上がっていく構えです。型のフェイト後方から先頭に戻りましょう。先手を取ったのは町金日本バレ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。オーロマイスター上がっていきました。1番人気の天の勝ちタイムや現在先段です。これに続いて天のキャンキャン、トランセンド、すぐ後ろアドマイアスバル、それに続きます。その隣にウォータクティクス、その横に凱旋マリコイーヌ、凱旋セカチュー、それに続いています。非常に縦長の競争になってますね。その後に続いています。その後ろにオリーブハビット、ピンクの帽子天のヒーロー、その後ろ、この辺りで先頭が変わりました。オーロマイスター、2番手は天の勝ちタイヤ、絶好の手応えです。勝ちタイヤはいい流れ、無理に逃げてない感じですよね。さあ直線に入りました。さあ先頭に躍り出た天の勝ちタイヤ、先頭リードは3馬身以上、その差が広がります。さあ詰まるのか、オーロマイスター、残り 200m 詰まらない。天の勝ちタイヤアドバンテージをキープ、後ろはどうか。2番手は天のキャンキャン、天の勝ちタイヤ勝ちました。天の勝ちタイヤ完勝。2着は天のキャンキャン、これが世界の実力だ。天の勝ちタイヤ勝ちタイヤ、これで優秀の美を飾れそうです。ウィニングランです。しかもレコードです。1分47秒3。キンシャサの奇跡が、あれですが、距離適正上出られません。世界に放ってどんなんだっけ。まあ王権は出ざるを得ないよな。フターピサも出る、クラブダーか。もう一頭出せるんだよな、何を出すか。ルーラーシップあたりも出て面白そう。あ、距離が長いな、微妙に。ブローグ、ミーゴやゼニアッタは合わないからな。小泉ぐらいかな。小泉も長いのか。もうニコニコは出せるんじゃないの。あ、香港バーズがあるのか。意外と距離が合わないんだよな。イナバウアーとかはいいとして、あ、ハウルは出せるんだ。あ、ハウル出してもいいんじゃないの。まあマイルの方が合うけど、ヒーローは、あ、ヒーローを持たないんだ。意外と2500って合う馬が少ない。っていうのが分かります。フェイトとかやったらいいかもね。芝田と両対応ですからね。ドローもまあ距離は合うな。ブエナギリギリなんだ。まあでもやめときましょう。あんまりオーケンブルースリーのライバル馬が増える馬はことは良くないです。さあ香港の州です。やっぱり大量出走ですね。スプリントこそ1頭ですが、他は 2,3 頭出ます。全日本2歳優秀、阪神ジムナイズフィーズもあります。
そしてヤマガールのデビューも控えております。コンコバーズ、あ、これ世界最強馬決定戦だ。ジオポンティだ。ニコニコ、 iPod もいます。ジオポンティと天野ニコニコのライバル争い。あのニコニコ実はリーチかけてるんですけどね。しかしここに来て協力メンバーですからね。なんていうかついてないというか。さあまずクラークハンデ1着取ったイナバウアーはこれで9勝目、多分もう大丈夫なんじゃないの。でそばにいるねが4着、体力はまあまだ余裕があるから回そう。東京大商店、あ、2頭までか。6は、あ、芝もいけるんだ、うん、ポニョがいるんか。16はダメじゃないけどな。で、次がトゥルース日経収集杯、まあいいんじゃないでしょうか。ルーラーシップは金庫賞とか言ってますが、そうはいきません。1800×2400か、まあ、とりあえずに。ここに出しましょう。でオルフェーブルがホープフル、これ規定路線。想定内はまだ1勝しかしてないのか。チャレンジカップ4着は痛いな。ここでしか勝てないんだからな。疲れだけが残った感じになってしまいました。じゃあ、 休ませんね。じゃあ、 鍛えるなよっていう感じです。健康値が悪い、精神値も悪い。あ、任せてくれって言われてる。でフェイトもちょっと調子が悪いな。日経新春杯どころの話じゃない。
武豊がかぶっちゃうんで、武豊を乗せるわけにはいきませんが、福永騎手かな。いやでも福永騎手だともうちょっと短距離の方が合いそうだからな。吉富先生頼みます。ジョッキーのかぶりは1月3週だけか。マイガールの方変えればいいだけですね。カーダ騎手、ベーナビスタ最上位、では行きましょう。12月を2周です。香港スプリントが行われます。天の贈り人登場です。贈り人は122、まあ抜け出てはいますが安心はできないですね。まあ贈り人は勝ってほしいです。レースです。シャティン競馬場 G1 香港スプリントは芝 1200m の電撃戦です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アングルドカール好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアングルドカール花に立ちます。その後ろからはマザーキャプテン、この馬も上がっていく構えです。さらにはドイリーフリート、14番リトルブリッジ、その後ろ先手を取ったのはアングルドカール、少し離れてロドリゴ女王続いています。バスカンイブニング、すぐ後ろ赤の帽子ウェディングマリーン、その後ろ好位置をキープしています。天の贈り人、その後ろからはスキャンダルフォール。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ直線へ抜け出している。先頭変わって天の贈り人、2馬身から3馬身引き離す。バスカンイブニング懸命に追いすがります。残り2つ前そうにない。後続はまだ後ろ、2番手は勝ちましたね。天の贈り人、この馬で決まりか。贈り人おめでとう。強い強い天の贈り人、圧勝ゴールイン。2着はパスカンイブニング、3着に日光に、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天の贈り人、まさしく日本が世界に誇れる馬です。まあ3歳ですからね、今後が楽しみです。香港バーズ、アマナイポッドは世界これ最強馬決定戦となります。3頭出しますね。天野ニコニコ、天野ブロがいます。こちらこの3頭でジオポンティ、ショッキング、ビバパッタかなとぶつかります。なので大激戦ですね。ジオポンティがトップか。まあ強いですよね、ジオポンティは。わかります。あとアパパネもクラブ馬ですが要注意かな。
ショッキングも怖いですね。さあ先方を選べます。 iPod はまあ先行策として、まあこれでいいでしょう。うん、いいと思います。レース行きましょう。さあ世界最強馬決定戦は香港バーズになりました。シャティン競馬場芝 2400m G1 です。果たして世界最強馬に輝くのはどの馬になるか。3頭を出して勝負をかけます。世界の王道路線のトップホースがここ香港に集結しました。日本最強馬アマノアイポッド、さらにはアメリカが誇るジオポンティ、それに続く歴戦の強豪たちが世界最強の座をかけて真っ向勝負。究極のチャンピオン決定戦、今スタートします。スタートしました。ショッキング好スタート。ショッキングはいいスタートですね。怖いな。行きました。続いて前へ行くのはマスタリー、さらにはアマノニコニコ、1番ジオポンティ、その後ろショッキング、先手を取りました。すぐ後ろにアメリケイン、アマノアイポッド、そのうちに続いています。アイポッドは結構前に行きます。その後ろにセントニコラスアビー、アパパネが先頭、それに続いています。その外からライジングツリー、並んで6番リズムスピナー、この辺りで各馬第1コーナーのカーブに入ります。その後ろからはビバパタカ、すぐ後ろにアマノブログ、2番でかな、プリティバンナー、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から10番ショッキング、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、アマノアイポッド、それに続きます。 1000m を通過しました。これはスローペースになりました。追い込み勢には辛い展開です。先頭から最後方まで意外な展開、よどみのない展開になりました。間が空いてアパパネ、その隣にアメリケイン、好位置をキープしています。アマノニコニコ、その外にマスタリー、白の帽子ジオポンティ、その後ろニコニコ腰淡々です。内立ち沿いでセントニコラスアビー、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてショッキング、2番手はアマノアイポッド、3番手にアマノニコニコ、絶好の手応え、アマノニコニコ、いい位置。探してくる馬は何になるでしょうか。さあ差を詰めていきます。ショッキングを捕まえたぞ。内からも来ている。外から勢いよくアマノアイポッド、先頭アマノニコニコ、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。さあもうリパバタカだ。さあこれは叩き合いになった。内が内から抜け出したが、ニコニコだ。ほぼ同時に突っ込んできました。アマノニコニコ、ジオポンティ、わずかにアマノニコニコ、体勢有利。アマノニコニコがアメリケイン、ジオポンティらを破りまして、世界最強馬の座に輝きましたね。ワールドチャンピオンアマノニコニコとなりました。まあ、これは G1 の数を稼いだっていう意味でも大きいですね。香港マイル、アマノツバキ、アマノハニカミ登場。ツバキが1番人気、ハニカミ2番人気。ハニカミ134、ツバキ125で、ハニカミの方がレーティングは高いんですけどね。他カンフォードクリックスあたりも要注意ってとこでしょうかね。さあ先方見てみましょう。まあこのままでいきましょう。レースです。シャティン競馬場 G1 香港マイル、そう名の通り芝 1600m マイル戦です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アラン・アストリアス、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくアラン・アストリアス行きました。続いて前へ行くのはウィンクル・カルタ、さらにはアルダルシエラ、古豪トラディションホール、その後ろアラン・アストリアス、
先手を取りました。好位置をキープしています。アマノハニカム、その隣にティムズグレイ、その外からカンフォードクリフス、アコボーイ、そのうちに続いています。さらにはアマノツバキ、内からはマーチングウィッパー、並んで10番インフォメーショングローリー、内からはボードインデスクリション、青の帽子グロリアスデイズ、その後ろ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭は依然として7番アラン・アストリアス、ウィンクルカルタ、ほとんど差がありません。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ一気に馬が上がっていく。おっと先頭、外からカンフォードクリフス、ここで先頭変わりました。先頭はカンフォードクリフス、残り 200m を通過して、先頭はカンフォードクリフス、あーダメだ。2番手はグッドババ、カンフォードクリフス先頭だ。先頭はカンフォードクリフス、着だな。天の椿が2着は微妙です。勝ったのはカンフォードクリフス、見事な勝利です。さあ香港カップブエナビスタ登場、1番人気ブエナビスタ、2番人気山の小泉となっております。スノーフェアリーもいますかね。ブエナビスタが一応トップですね。さあ小泉は先方変えられますが、わからんな、そのままにする、先行策取ってみるか。レース行きましょう。シャティン競馬場 G1 香港カップ、芝 2000m、香港ウィークのメインレースとなります。ブエナビスタが出走です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ホリデイリズム、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してホリデイリズム花に立ちます。その後ろからは天の小泉、この馬も上がっていく構えです。さらにはフローレンスタック、4番ナイクダイアトム、その後ろ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。ホリデイリズム先手を取りました。間が空いてレガシーガブスレイ、これに続くのがナレートドーター、スノーフェアリー上がっていきました。その外からクウェイカートゥース、トゥーザグローリー、そのうちに続いています。その外にガルーチャキャスト、並んで13番アマナーキャプチ、ブエナビスタ、すぐ後ろ緑の帽子フォーエバートゥゲザー、その後ろ。最後方にアンビシャスドラゴン、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から 1000m を通過しました。ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。8番ホリデイリズム依然として先頭、先頭は依然としてホリデイリズム、2番手は天の小泉、これは絶好の手応え、間を挟んでレガシーガブスレイ、3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ回ってきます。日曜王者どこにいるんだ。ここで先頭はスノーフェアリー、内から天の小泉、外からさあブエナビスタ上がってくる。残り 200m、 先頭はスノーフェアリー、どうだ、かせるか。スノーフェアリー先頭、ブエナビスタ、うわ分からない。ゴール前、これは写真判定です。大激戦です。ブエナビスタかしたような気もするんですけどね。 ここではまだかせてない。うん、先頭に立ってんじゃないの。勝ちましたねブエナビスタ。小泉も3着。まだもう1年戦えるんじゃないかな。さあ少しお待ちください。
が方のインサイト5番人気です。ちょっとこれダイジェストでいいかな。1番人気がカネマサコンコルド、2番人気ナイタビューティー、3番人気がニンブルテニーさんとなっております。ダイジェストです。川崎 JPN1 全日本2歳優勝ダート2歳限定ダート 1600m の交流重賞です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。肩のインサイト先頭、先頭だ。カネマサコンコルド先頭、肩のインサイト抜けた。どうだ、2番手はカネマサコンコルド。やった、勝ちました。肩のインサイト1着、2着はカネマサコンコルド、3着に名勝タッチ。やはり中央の馬が強かった。勝ったのは肩のインサイト。そうですね、前哨戦では4着に敗れてしまいましたが、だったよな。この2歳打倒を決める本番で、見事に勝利することができました。シアスステークス天の宮登場です。2番人気、1番人気はゴールドブリッツ。ダイジェストいきましょう。中山オープン特別シアスステークスダート 1800m です。さあ直線に入りました。ちょっと一頭ぶっちぎってる。先頭残り 200m を通過して、お天の宮大外から追い込んでくるが、ちょっと遠かないかな。先頭はゴルトブリッツ、1着でゴーリン、2着は天の宮、3着に凱旋ナルミア、1番人気に応えましたゴルトブリッツ、見事です。そしてリゲルステークスはまあこれは後回し、中一新聞杯天の堂登場、2番人気、1番人気は1番クラブバー凱旋気合だとなっております。何歳馬ですが、スプリンターズステークス3着など強いですね。安定してますね。凱旋大振りも結構いい評価集めてます。あとキングトップガンあたりですね。激戦です。さあドロロは先方選べますが、先行有利なんでこのままいきましょう。ダイジェスト中京 G3 中一新聞杯芝 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。凱旋大振り先頭、内からぐんぐんと凱旋気合だ。あと 200m。 さあもうこれ叩き合いになってますよ。凱旋気合だ抜け出した。凱旋気合だ粘る。凱旋気合だ、凱旋気合だ。1着2着はキングトップガン、3着に天のドロロ、1番人気に応えました凱旋気合だ、見事です。ドロロは3着前線マン。さあそして型の山ガールデビュー戦ですが、3番人気山ガールはゼンノロブロイエアトゥーレ、なんか、1番人気 LA バリー 1.9 倍に後を取ってます。後を譲ってます。後を譲ってますはおかしいな。に負けておりますかな。そして AC メンフェス、メンフェスにも先を越されてる感じかな。まあ山ガールまだこれからなんかもしれん。先方はまあ差し有利だけどな。袴田っていうジョッキーがそんなに良くないのかもね。ダイジェスト
阪神二歳新馬戦、二歳芝1800m、片野山ガールメイクデビューです。4コーナーをカーブして、さあ山ガールどこにいるんだ。エーシンメンフィス先頭、まあいい位置にいます。全然チャンスありますよ。先頭に立ったのは、あ、山ガール先頭になった。残り 200m、 先頭は依然として片野山ガール。エルウェイバリー勝てる、必死に追います。片野山ガール、オッケー、差を広げる。2番手はエルウェイバリー、片野山ガール、強い強い片野山ガール、圧勝ゴールイン。2着はエルウェイバリー、3着にチハヤロープ、これは桁外れの強さだ、片野山ガール。前評判を打ち破り、片野山ガール勝ってくれました。そしてカペラステークスですが、これは飛ばします。バンクル立山か。そして阪神ジブナイルフィリーズですね。天野蓮舫が登場です。どうでしょう。さあ車台セルマリーナ一番人気、あ、そのマルセリーナが1番人気、天野蓮舫は3番人気、2番人気レイブディソールですね。天野蓮舫はでもデイリー杯3歳取ってますからね。20丸こそないですが、全然チャンスあると思いますよ。4番人気はドナウブルーか。先方選べるんで、まあ積んだら先行策だけどな。やってみましょう、レースです。さあ2歳女王の決定戦、阪神ジブナイルフィリーズ G1 です。この競争は芝 1600m のマイル戦で行われます。さあ天野蓮舫2歳女王なりますでしょうか。阪神競馬場発走の時刻が近づいてきました。2歳牝馬の頂点をかけた戦い、阪神ジュベナイルフィリーズ。芝 1600m は桜花賞と同じ舞台、来年のクラシックを占う意味でも重要なレースです。さあ最後は大外枠のマルセリーナ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先行天野蓮舫はどう。当選タバスコ前に行きそうです。天野蓮舫それに続いています。悪くないスタートで前に行きましたね。ドナウブルーその後ろ、先手を取ったのは当選タバスコ、その外にレイブディソール、ハーベストオート、すぐ後ろ並んで足毛の馬体、ライステラス、すぐ後ろにマイネイサベル、当選ビジョン上がっていきました。すぐ後ろに太陽サマリア、赤の帽子、アベンチュラ、その後ろハヤコロニス、この馬もこのグループ、すぐ後ろにベルズキャバ、すぐ後ろにトレンドハンター、これに続いてエーシンジェネラル。さあ後位まで下がりましたね。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。ここでドナウブルー先頭に変わりました。2番手は太陽サマリア、アベンチュラ。さあ内枠を守っている。まだ後ろ安城のゴーサインはまだでしょうか。ドナウブルー先頭、中割れるか。天野蓮舫先頭、天野蓮舫追いさあ来た。でも外の勢いもいい。レイブディソールの方が強いか。天野蓮舫レイブディソール引き離された。レイブディソール2着はキープ。レイブディソール圧勝ゴールイン。2着は天野蓮舫、3着にマルセリーナ、見事に勝ちました。レイブディソール。惜しくも2着。惜しかった。さあちょっともうこの週はやめときましょうか。次回に回します。送り人タスカンイブニング、
おっと、夢みたい。またおしゃれして出かけましょう。エマトラドさんですね。あ、セシウネウさん。一口話になってくれたセシウレーヌさんです。地下生産、歴史上には存在しない淀川さんだけの考えで生み出された競走馬。うん？ただの自家生産じゃないってことか。どういう血統なんだ。お、金のお守りだ。これは嬉しいですね。淀川さんの考えだけで生み出されたって言われてますね。え、どんな馬だっけ。そのニコニコです。血統見てみましょう。考えだけで生み出された。いや、そんな考えだけで、まあ、オデッセイとルーズ旅が両方天野だから、それで条件満たすのかな。メジオラモノを持ってたし、カタノマダムもいるしな。まあ、天野オデッセイの系統が引き継がれるわけだからな。母方は一方メジオラムーヌもいるわけだし、あ、これで金札だ、確定したんだ。そうだ、忘れてたけど、もう三冠馬だったよな、前年の。なんでだろうと、大戸石川はいたけど、ガンビットも3冠上げてますからね。ベースメジオラモーの血統はなかなかいいんじゃないでしょうか。ラブマシーンの血統か、あの天のハニーカミが出てるし、結構な系統ですよね。まあ、メジオラモードの血統をうまく引き継いでるわけで、これは嬉しいですね。さあ、ニコニコは来年もうスプリント路線ですね。とスプリントじゃないわ、ステイヤー路線なんで、当然春天に行きましょう。そしてちょっとスプリント路線、ステイヤーズ路線を整理してみよう。これもいいですね。タンクレットも、これです。ドバイゴールドカップ、こっちに出します。来年の計画をどんどん具現化しましょう。これは賞金は安いな。安い賞金はさすがに出られない。この辺とかこの辺とか賞金安いからな。これもいいですね。よっしゃ、賞金があればな、この辺も出るんだけどな。
これ距離が長い。でこれですね、グッドウッドカップ。まあ、キングジョージダッシュも面白いかもね。こっちはむしろ、まあ、これはちょっと距離が長い。アイルランドトレジ、アイルランドトレジャーですね。で、これかロイヤルオークションか、このメルボルンだろうけど、まあ初期メルボルンの方が良さそう。こんな感じかな。送り人は別に武豊じゃなくてもいい。和田龍二、送り人でももう急所だからな。これで終わっていいのかな。短距離戦結構ありますね。これ出してみるか。視線は竹豊だけどな。で iPod がここ、ブログが大阪杯だけど、まあ、ここは放牧して、1月になって、ローテ決めましょう。で、山の椿もまあ同様ですよね。で、ハニカミもちょっと疲れが目立つんで、同様です。ウィナビスさんもしっかり買ってくれました。大阪杯はすごい妥当なレースだと思いますが、どうするんでしょうね。大阪杯挑んでなかったよな。なので大阪杯挑ませるっていうのは全然ありだと思います。でインサイトが福流、難しいな、判断がちょっと迷うとこですが。でグーがなかなか勝てない。健康度は高いからな。でもここは出せないな、ちょっと調子があれだから。じゃあまあ放牧してこれでいいか。で山ガールがもうなかなかまあいい勝ち方はしたと思う。距離がなもっと長い方がいいのか。1600はむしろ短いな。
幅は別に AJCC でいいと思います。ちょっと調子落ちてるな。2周放牧ブルーレイかな。ブルーレイ助けないといかんかも。さあ、あとはセール、セリーチ。5頭か。1件、わ、これはダメだ。あんまり意味がない。ちょっとないな。帰りましょう。まあどうせここ買うなら、あの、ね、出てくるまで買えばいいわけだからな。戦士なんだ、ホワイト。お、なんか面白そうなのがいる。
あ、なんだ、うちが産んだ馬だ。だからほぼもうないんですよね。みんな有料馬ばっかりだもんな。レディー断食。あ、これ父天の遊戯王なんだ。とかな、カブトファームで。まあそんなにいい馬いないよな。新民あって足りなくて邪魔、あの車台の邪魔できるような馬はいないんで、セリーチで勝ってもしゃあないっていうのはありますね。ダメだ、全然出てこないや。え、うちの馬はフランケルか、フランケルか。まあ外国産馬だからな。カタノポニョが対抗図では、まあ、引退レースになりますね。カタノポニョ惜しかったな。蓮舫2位じゃダメなんですかということで2位になりました。はい、ということで、そういえば、送り人もあれだ、対戦投入しとこう。で一応天の iPod も対戦投入。インサイトはまだだな。ヤマガールとかはまだだ。イナバーオンは勢いはあるけどな。まあ、まだ成長の余地があるんで、今はまだちょっと早い。
金車さんも入れとかないとな。ブラックキャビアもいるよな。ハルも11勝だもんね、なんやかんや言って。ちょっと見に行こう。スタムレース競馬場選択、阪神2200ランダム、世界に花が2頭いる。何歳馬の世界に花は、これで12頭出しだよな。レース行ってみるか。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。一回このレースだけのスタートを切りました。片野ポミョ、この馬もやりたいですね。ダッシュよく金引きに行きました。続いて前へ行くのは片野ポミョ、さらにはダイワスカーレット、5番ブラックキャビア、その後ろ片野ポミョ先手を取りました。少し開いて天野アイポッド、すぐ後ろに金車差の奇跡、並んで9番冒険ブルースリー。この辺りで各馬第一コーナー右にカーブしていきます。天野ポリズミ、この馬もこのグループ、その横に天野アンミーゴ、その外から天野世界に花、ゼニアッタ、そのうちに続いています。最高方に天野ウクリビと、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。一気に先頭に立ちました。1番金引きり 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然として金引きり片野ポミョ、ほとんど差がありません。間を挟んでダイワスカーレット、さあ後ろから後続も追い上げてくるかな。さあ先頭は金引きり片野ポミョ、その後ろ間が空いてダイワスカーレット、並んで冒険ブルースリー、天野アイポッド続いています。その隣からは天野小泉、離れて天野アミーゴ。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。金引きり先頭、金引きが頑張っている。1馬身から2馬身引き離す。残り200m、 中岡さんがつまらない。なんか中割ってきた馬がいる。アイポッド抜けた。アイポッドだ。2番手はウォーケンブルースリー。天野アイポッド。天野アイポッド。1着、2着にはどうやらウォーケンブルースリー。天野アイポッド。見事このレースを制しました。さあちょっと競馬場選択、札幌。まあ、これだとゼニアッタとか金引きりになるんだろうな。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。
スタートしました。金引きこれはいいスタートを切りました。もう金引き自体がいいスタートを切っちゃってるよね。ノボもスタートを切りました。ダッシュよく飛び出して肩のポミョ鼻に立ちます。その後ろからは金引きこの馬も上がっていく構えです。さらにはブラックキャビア12番ダイワスカーレット、その後ろ金引き先手を取りました。そして大きく離れて金シャサの奇跡この位置です。その外から天野アイポッド、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。天野アミーゴその前に進出、その外に天野小泉、赤の帽子ゼニアッタ、その後ろ天野世界に花、すぐ後ろ並んで9番冒険ブルースリー、最後方に天野送り火、各馬砂煙を上げてかけていきます。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然として金引き、2番手は片野ポミョ、間を挟んでブラックキャビア、3番手後続も追い上げていきます。さあ先頭は金引き、離れて片野ポミョ、でもやっぱり強いよな。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。金引き先頭、粘る粘る、3馬身から4馬身のリード。2番手はゼニアッタ、金引き先頭だ。先頭は金引き1着でゴール。まあやっぱり当然の結果だよな。3着に天の世界に花、金引き見事このレースを制しました。世界に花は安定はしてるよな。ちょっとこれをランダム、レース行ってみましょう。それぞれの思いを乗せた優秀たちが、この後金シャサが強いかな。用意された舞台をかけて、ブラックキャビアもいいかも。頂点に立つのはどの馬か、いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ果たして何が行くでしょうか。天の世界に花前に行きそうです。ダイワスカーレット先手を取りました。黄色の帽子肩のポミョ、その後ろ、ね、その外から金引きブラックキャビア、そのうちに続いています。その外に王権ブルースリー、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。この辺りで先頭が変わりました。肩のポミョ、2番手はダイワスカーレット、ブラックキャビア3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭は片野コミ、差を詰めていく、一気に飲み込まれていきそうだ。カーブして、さあこれからです。天野送り人先頭、前に迫る金シャサの奇跡、天野送り人、いや送り人も頑張ってるが、ここから勝負をかける。残り 200m、 金シャサの奇跡、おっと送り人が、2番手は天野送り人、金シャサの奇跡がわずかに勝ち、金引きが3着ですね。金引き金シャサの奇跡、見事このレースを制しました。これは順当ですね。一方ブラックキャビア5着か、悪くはないけど意外と伸びなかったな。送り人の方が良かったという結果でした。じゃあ最後ちょっと長距離戦行ってみるか。中山 3600m、 まあランダムで、枠順変更もランダムで行いましょう。それぞれの思いを乗せた優秀たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か、いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ先手を奪うのはどの馬か、片野ポミョ前に行きそうです。天の世界に花、それに続いています。さらにはブラックキャビア、2番ダイワスカーレット、その後ろ片野ポミョ先手を取りました。これに続くのが金引き、その外に金シャサの奇跡、天野アミーゴ、すぐ後ろ内からは天野アイポッド、冒険ブルースリー、それに続きます。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。その隣に天野送り人、すぐ隣にゼニアッタ、最後方に天野小泉、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度、1番片野ポミョ依然として先頭、リードは1馬身から2馬身金引き、それに続いています。これに続いてダイワスカーレット、その外からブラックキャビア、1周目の第3コーナーに差し掛かりました。まだ1周目なんです。そのうちに続いています。並んで9番金シャサの奇跡、内からは天の世界に花、その外に天のアミーゴ、その後ろにゼニアッタ、内からは冒険ブルースリー、緑の帽子天の送り人、その後ろ第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過します。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。しんがりから天の小泉、前の方からもう一度見ていきましょう。1番片野ポミョ依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、その後ろからは金引き、ダイワスカーレット、それに続いています。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。
すぐ後ろに天野 iPod 並んで12番ブラックキャビア、内からは天野世界に花、その後ろに金シャサの奇跡、その外に天野アミーゴ、並んで10番ゼニアッタ冒険ブルースリー、それに続いています。並んで7番天野クリビと、その横に天野小泉、もう一度先頭に戻りましょう。1番片野ポミョ依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、片野ポミョいいペースでこの辺りでかけてますね。第3コーナーに入ります。先頭は依然として片野ポミョ、2番手は金引きり、ダイワスカーレット3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は片野ポミョ、金引き5番が上がっていった、間が空いてダイワスカーレット、天野アイポッド、その後ろ内からは天野世界に花、4コーナーをカーブして、なんだ8番、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはアイポッドだ、いや内がオーケンブルースリー、オーケンブルースリーだった、やっぱり2番手は天野アイポッド、オーケンブルースリー今ぶっちぎりです。段違いの強さです。2着は天野アイポッド、そして金引きがまたここでも3着、勝ったのはオーケンブルースリー、このレースを制したのはオーケンブルースリー。競馬場って海外もあるんだ、地方もあります。これ直線競馬じゃなかったっけ、まあやってみましょう。それぞれの思いを乗せた優勝たちが直線競馬ですね。これ用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か、いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。まずは先行争い。何が花に立つでしょうか。片野ポミョ前に行きそうです。ダイワスカーレット。それに続いています。さらには金引きり。8番ゼニアッタ。その後ろ片野ポミョ先手を取りました。ブラックキャビア。それに続きます。並んで10番天野アミーゴ。内からは天野アイポッド。冒険ブルースリー。そのうちに続いています。その外に天野世界に花。内からは天野小泉。内からは金シャサの奇跡。しんがりから天野クリビート。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。12番片野ポミョ依然として先頭、前は片野ポミョ、片野ポミョ後続を引き離す。2番手はブラックキャビア、金引きり3番手、後続集団も追い上げかかります。さあ追い出してきた、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭はブラックキャビア、ブラックキャビアか、あと 200m、 一気に後続がやってきた。前に迫る金シャサの奇跡、先頭を伺う勢い、金シャサの奇跡かわす、金シャサの奇跡ゴールイン。2着はブラックキャビア、3着に天の世界に花、勝ったのは金シャサの奇跡、このレースを制したのは金シャサの奇跡。ダイワスカーレットが案外なんですよね。なんでだろう。ロイヤルランドウィック、ピムリコ、芝 1800m、行ってみましょう。ダートアッターだってほぼゼニアッタと金引きの一騎打ちだしね。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か、いよいよ発走です。スタートしました。天の世界に花、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく天の世界に花行きました。続いて前へ行くのは片野ポミョ、さらにはダイワスカーレット、10番金引きり、その後ろ先手を取ったのは片野ポミョ、少し間が空いてブラックキャビア、その後ろからは天野クリビート、その隣に冒険ブルースリー、内からは天野アミーゴ、金シャサの奇跡、すぐ後ろその後ろに天野アイポッド、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。天野
の小泉、そのうちに続いています。最後方にゼニアッタ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。6番カタノコミョ、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身。これに続いて天の世界に花、すぐ後ろにダイワスカーレット、オレンジの帽子金引きり、その後ろすぐ隣にブラックキャビア。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ6番カタノコミョ、2番手は天の世界に花、金引きり3番手。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。金引きり先頭、さあ金車差の奇跡一気に来た。あと 200m、 先頭は変わってオーケンブルースリーだ。残り 100m、 2番手は天のアミーゴ、オーケンブルースリー差を広げる。先頭はオーケンブルースリー、1着でゴール。また違う展開になりましたね。3着に天の小泉、勝ったのはオーケンブルースリー、このレースを制したのはオーケンブルースリー。オーケンブルースリー強いな、普通に。これアニマも取るかもしれないですね。はい、ということでカスタムレース終了となります。はい、ということで今回ウィーニングポスト92021、遊んでいきました。ツイッチで配信を行いました。ぜひツイッチのアカウントフォローをお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please。 そして、この動画はのアーカイブ YouTube にアップロードいたします。プレミア公開いたします。そのプレミア公開は26日午後9時21時からになります。ぜひそちらでもご覧ください。 YouTube のチャンネル登録高評価もお願いいたします。 My YouTube チャンネル This Live Archive Upload Two Days After プレミアライブ、 My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。はい、そして旧ツイッターである X のアカウントを持っております。ぜひフォロー、リポスト、いいねお願いします。ツイッター X マイアカウント、プリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ウィーニングポスト92021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。